ソ林リン玄区用島ソ林リンバル区陽島は、宮崎県小湯郡川南町にある、区陽島である。昭和8年、国の史跡に指定された。天正6年11月12日に、島津市、大友市と間で繰り広げられた九州総派線である、高木合戦の戦没者を、敵味方の別なく供養する目的で混流された六、地蔵島である。建立の年月日は、 天正13年2月悲願。混流の経費はすべて山田有信の負担したものである。供養島の材料は宮崎県清岳山の高質な業界岩が使われている。明治期の廃物希釈の際には破却され、供養島の東にある地蔵国という谷の底に捨てられた。地元の言い伝えによると、大正年間に地域の住民が 現在の位置に戻したとのことであるが、正確な文献記録は残っていない。廃物希釈の名残として、六地蔵のすべてが工具で損壊を受けている。その他の部品の欠損も著しく、現在の供養塔には、基段は全くなく、連弁には大きな破壊根があり、六地蔵直下の降乱もない。最上部の草輪傘型も本来のものとは違う。 部品を間に合わせで乗せていることが知られているにはすでに今の状態であった。後年、地蔵国の補助整備の際に、本来の傘型らしき部品が発見されたが、届け出られることなく廃棄されている。供養塔の背後の供養塚は、80尺四方が板上で囲まれ、南側に溝で囲まれた40尺四方の最上が付属していたことが確認されている。また、供養塚、 最上とも表面が赤ホやで覆われていたことが表土直下の土壌中に存在する火山ガラスの状況から確実視されている。ありがとうございます。